はい、ロータスラジオ始まります。この番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です。皆さん今日も楽しんでってね。ともさん、はい、今回は過去の動画を振り返ろうという話をしたいと思います。おお、過去動画おすすめ回ですね。過去動画おすすめ回です。はい、もう今ロータスラジオも100本近くとか、まあ、80本とか、すごいですね、100本とかになってきたんですごいですね。そうなんですよ、かなりコンテンツも丸1年半とか、ね、2年近くやって、だいぶたまってきてるな感じがするね。の、うんうん、で過去に話したエピソードみたいなのをちょっとおすすめするみたいなので、ちょっと今回話せたらいいかなと思ってるんで。そうですね、はい、全部80何本全部見てねみたいな、特に新しく見てほしい、見てねっていうの結構大変だと思うんで、僕自身そんな見返してないんで、いや、やっぱりあの、これが良かったよねっていうのを、あの、いくつかピックアップしてあげた方が親切ですね。そうですね。はい。それをやっていこうと思います。はい。じゃあお楽しみに。はい。ロータスラジオ。はい。過去回おすすめをする回なんですけど、どんな形でおすすめをして、いかがですか？いろいろ自由に話していけたらいいかなとも思いつつ、はい、まず今ですね、はいはい、ちょっと一つ、まあ、基準というか目安みたいなのがあるんで、うんうん、ちょっとまずそれをシェアしてからちょっと一緒にしょうまさんと喋っていきたいなと思ってます。なんか IT っぽいですね。はい、ちょっとね、プロっぽいですね。このパソコン出しつつ動画制作なんですか、アドバイザーアドバイザーコンサルコンサル的な感じで、ね、今日、まあ、そういう業もされてらっしゃるんですね。まあそうですね、一応やってるんで、はい、まあ、数字見つつみたいなところで今回話していこうかなって思うんですが、はい、動画作りたい人はぜひ、はい、ぜひナオキさんロータスフィルムにご相談いただきたい。なんか喋りたいことがあって作れないみたいなね、あ、そうそうそう、一番おすすめだと思うので、夢を実現する、夢を実現する、かっこいい、かっこいい近郊の西野みたいな夢を実現しますね、はい、ということで、ね、待ってますっていうところで、はい、お願いします。いや、行きましょう、はい、で、今こうロータスラジオの過去の作品っていうのをこうショート動画でバッと上げていってるっていう時期なんですけど、あ、そうですね、毎日ぐらい、毎日19時とかに上げてるんですけど、おー、すごいですね。でそうなってくるとやっぱこうムラがめっちゃあるんですよね。あ、同じショート動画、そうです、あの同じあの尺なんですか、同じ尺で同じ仕様で上げてるんですよ。あ、そういうことですね。あの、そうなんですよ、過去のコンテンツを言えば切り取って、切り取って同じ尺で同じフォーマットで、同じフォーマットで上げてるんだけども、はい、やっぱりレスポンスが違う、レスポンスが全然違う、はいはい、でそこで何が人気みたいなところが結構なんか分かってきたので、まずその切り口からなんかおすすめみたいなところを喋っていったらいいかなと思うんですけど、はいはいはい、お願いします。もうこれ正直ズバリ言うと2つあるんですけど、はい、1つが瞑想系、瞑想系、メディテーション、瞑想系、はいはい、ともう1つは経典系なんですよ。あ、経典系か瞑想系、この2つは結構人気が高くて、はいはいはい、でというのも結構このショート動画で回ってるというかこう、うん、視聴されてる上位を見てくると、うん、まだ1つが大蔵経、あ、あれですね、南伝大蔵経、南伝大蔵経いっぱい並べたやつね、そういっぱい並べたっていうと、はい、そっから般若心経、般若心経ね、はいはい、が来て、うん、でそのあたりのトップ取ってるのがもう結局般若心経か大蔵経とか、 あと阿弥陀経とかやりましたね、はい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 、阿弥陀経の話とか、うんうんうん、やったその次あたりにサティパッタンスッターの話、あー、前のその瞑想法の話とかの回、目で見て、まあ、大蔵経の回だったらまあまあ普通になんていうか、まあ、お経、うん、お経全体に興味がある、そしてあとは、まあ、インパクトがある、まあ、インパクトね、がある 目で見て並べたん であとは、まあ、般若心経とか、うん、阿弥陀経とか、阿弥陀経とか、まあ、あの念処経、サティパッタナスとか、そうそう、まあ、有名なところの有名なところ気になるっていうところですね。あと結構初期のところに挙げたあの仏教エロ会、あれ、ね、あ、立像の中にある、はいはい、そのセックスしちゃダメの話とか、はいはい、あれも結構人気で、まあまあ、ね、なんか分かりやすくおもろいじゃないですか。それは分かりやすい。分かりやすくおもろいんで、やっぱああいうのって結構なみんな楽しんでくれてるんだなっていうのが改めて分かったなっていうところ。そうか。なんかやってたのは、はい、まあ、あの、なんて言うんだろうな、あのエロ会に関しては、はいはい、その仏教に全然興味ない人に向けて、はい、あ、入り口として、うんうんうん、もう下ネタから入ろう。入り口としてはめちゃめちゃ興味引かれますよね、絶対。すごい安易な考えですけど。でも、まあ、なんかあの時は、まあ、まあ、チャンネル登録者数が少なかったっていうのもあって、ね、なんか、あ、意外に回らんなと思ってましたけど、ショートで出すとそういう結果なんですね。そうなんですよ、そうなんですよ。じゃあ、あの続きもやっていきましょうか。そうですね、はい、あの続きも絶対いいなって思ってて、はい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 、うん、普通に面白いと思うんで、いいなっていうところ。そうですね、はい。あの、マニアックな立像ってマニアックな経典だけども、
結構書いてあることはセンセーショナルなんで、そうなんですよ。まあ面白い、あれはいくらでも面白いのがいっぱいありますね。それをぜひね、今後も企画化していきたいなっていうところでした。わかりました。はい。で、あともう一つ、こう、ショート動画上げてて分かったのが、はい、最近、ロータスラジオのコンテンツとして、結構人気高いのって、割となんか歴史シリーズとか、はいはい、なんかこう、瞑想シリーズ、瞑想とか次はその高貴な僧侶、はい、高僧シリーズ。高僧シリーズが結構人気だと思うんですけど、うん、そのシリーズになると、ショート動画あんまり人気がなくなっちゃうっていう。あ、そうなんだ。っていうのを、これ多分まあ、そうだなって思うんですけど、はいはい、ああいう歴史とか結構この僧侶シリーズって、はいはい、なんか割と点で切り取るとそんな面白くないっていうのが多分あると思うんですよね。大河ドラマのこう一部分とか映えないってことですね。そう、一部分だけやってもなんかただ事実で終わっちゃうじゃないですか。ショート動画とかやっぱ1分とかなんで、はいはい、事実で終わっちゃったりすると、うん、なんかあそうなんだって終わっちゃう。でもなんかショーモンさんとこう話してて面白いのって、うん、その事実があって前に何があったとか、そうですね、その後に何が起きたとか面白いじゃないですか。ドラマですからね、あれはね、はいはい、その全体像をこう見れるのがなんかこう歴史とかこう構想シリーズの良さだと思うんで、うんうんうん、そういうのはぜひね、こうなんていうか本編見てほしいっていうのはなんか改めて思いましたね。そうかそうか、うん、あのね、善光寺から多分始めたと思うんだけど、そうですね、そうですね、まあ善光寺がまあまあバズったんで、そうですね、あの時当時めちゃめちゃ乗りましたもんね、はい、だからまあね、あの2匹目の土壌を捕まえに行こうと思って、はいはい、まあ歴史シリーズに手を出して、はい、まあ自分もやりたかったしね、はい、歴史も好きだから、うんうん、まあ、最初はやっぱ仏教マインド、まあ、マインドフルネスに寄ってたんですよね。そうですね、最初はどちらかというとマインドフルネスっていうところを、うんうんうん、まあ、瞑想っていうところの実践面を伝えていこうっていうので始めたんだけど、うん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 、あんまり正直結構頑張ってコンテンツ作ったんだけど、うん、ま、回らなかったというか、うん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 、あんまり受けが良くなかったんで、うんうんうん、どうしたもんかなと思った時に歴史シリーズ、そう、歴史シリーズが登場して、うん、でまあ結構あの、まあ、受け入れられたっていうのもあったし、うんうんうん、まあ、僕も楽しかったんで うんうん、やってたんですけど、うん、やっぱそうですね、まああれは続けていこうと思うけど、最近またその、うん、瞑想系とか、うんうん、あのちょっと真面目な実践系っていうのは、あのまあなんていうのかな、あの反応があるし、うんうんうん、まあ、やっぱりあの聞き手が直樹くんだけじゃなくて、うんうん、リタさんとかも増えたんで、そうですね、そうですね、で違った角度で出せるなと思ってまして、うんうん、あの同じ内容でもリタさんとか聞き手が変わると喋りも変わったり、うん、確かにリアクションによって絶対違いますよね。あの前回出したけど、例えば、はい、あの今ちょっと公開してない一辺さんシリーズとか、一辺さんですね、はい、ちょっとまあリサーチ不足だったりとか、うんうんうん、ちょっと内容に問題があってちょっと停止してるんだけど、うんうん、まあ、あるとか多分その後研究が私も進んでるんで、おもっとアップデートした、ね、アップデート版が今後出るってことですね、うんうん、出せるんで、おいいですね、はい、ちょっとその初期動画も見直して、うんうん、アップデートしていくってもやっていきたいなと思いました。そうですね、いろんな軸があるのはこうロータスラジオいいなって思いますね。そうですね、歴史シリーズとか瞑想シリーズ、はい、経典シリーズ、いろんな楽しみ方ができるようになってきてるんじゃないかなっていう、そうですね、思うので、はい、ね、ぜひ全部見返してほしいですけどね約80分ぐらいですか、はいはい、はい、お経シリーズ、うん、そして歴史シリーズとやってきましたけど、うん、もう一つのパワーコンテンツは何だったんですか。もう一つはやっぱ瞑想系ですね。瞑想シリーズ、お、瞑想シリーズ、メディテーションの方ですね、はいはいはい、メディテーションの瞑想シリーズが結構なんか受け入れられてるなっていう感覚があって、うんうん、ほうほうほう。でその動画の内容としては、うん、結構これも初期にやったんですけど、うん、その四念処経、サティパッタナスタの話とか、うん、あとなんか瞑想っていつやったらいいのっていうコンテンツも上げたことあると思うんですよね。そうですね、そうですね。なんかそれも結構良くて、うんうんうん、で多分こう歯磨きの瞑想とか、はいはいはい、なんかこう普通の座禅じゃない瞑想法を紹介するっていうパートがあそこにあったと思うんですよ。うんうん、なりましたね。でそういうのもなんか結構なんか受けが良かったというか、へー、なんか受け入れられてる感があったんで、なんかそういうこういう瞑想法もあるよみたいな。のをなんか今後出していけたりしたらなんか面白いかなっていうのは思ったんですよね。わかりました、うん、あれ本編自体はね長かったもんで、結構長いですね、あんまり回らんかったけどね。そうですね、うん、でも3本立てぐらいだったんで、そう、ね、まあまあ長さだったんですよね。でもあれなんですね、そのなんていうか一部っていうか、そう、ショートにして短くいろんな瞑想法を紹介するって、そう、紹介するってなると結構あれですね、皆さんの反応がいい、うん、よかった感覚はあったんですよね。わかりました、うん、はい、なんかなんだろうな、
なんか結構瞑想指導ってちょっと恥ずかしいんだよね、はい、僕。あ、そうなんですか。そういう感覚があるんですか。はい、なんでですか。ある。へえ。なんて言うんだろうな、この瞑想指導する時のモードと、はい、このロータスラジオ仏教 DJ の時のモード全然違う、はい、違うんですね。同じ人間だけど。あ、そうなんですか。声のトーンも変わるし、あ、その話し方も話のスピードも全く変わっちゃうから。あ、確かにそうですね。そう言われると、はい、同居できないんだよね、うん。あ、なるほど。だから なんていうの、ここでやるとなんかどっちつかずみたいになりそうで。なるほど。ロータスラジオモードと指導者モードの間みたいな。そうなんですよ。あ、そうか。で、まあ、あとは自分自身そんななんかすごいこうなんていうの、はい、徳が高いお坊さんではないから、はいはい、なんかそんな俺がみたいな感じだと私なんかがみたいな感じなんですかね。そうそう、基本的にはね、あの我々なんか浄土生阿弥陀仏の人間は、はい、まあ、自分なんてみたいな感じの。ああ、なるほどなるほど。もうあのもうあの最長編で定下の、はい、そこのそこの最長編言ってましたけど、はい、まあ、その意識なんで、はい、僕もね含めて結構そのマインドセットを結構引いてるんですね、はい、皆さんが。もう僕なんてもう狂ったそこの一番もう、はいはいはい、あのカスみたいな人間ですよみたいなところが一応あるんで、底辺でね。なるほど。やっぱこう指導するみたいな立場は、あの先生とか時々呼ばれるけど、はい、でも基本的にはなんていうの、一緒に考えようよとか一緒にやろうよっていうのが一応僕のスタンスなんで、はい、まあ、だから、まあ、歯磨きの瞑想とか一緒にこんなん面白そうでしょみたいな感じで、提案できるんで、すごい僕としてもあれは喋りやすかったなと思ってて、そうですね、そういう感じの提案はいいですね。ロータスラジオモードで、うん、そうだから、こういう瞑想あるよって、うん、多分インストラクター、ヨガのインストラクターみたいな動画とかもあるし、うんうんうん、仏教僧がその瞑想 の、うん、あのなんていうガイドメディテーションみたいな動画もたくさんあると思うんですけど、うんうんうん、なんかああいう方には僕はちょっとこう、あ、まあ、いっぱいあるしね。まあめちゃめちゃぶっちゃい溢れてますよね。そう、溢れてるから、コンテンツは。あの、まあいいかなと思ってるんで、うんうんうん、もうちょっとじゃあ僕はね、うん、基本的にはポップな方を。ああ、そうですね。はい。うん、攻めていきたいと思ってるんで、うん、ちょっとポップな、え、うん、こんな瞑想何やってみたみたいな、何それみたいな、うんうん、なのをこれからはぜひぜひ紹介していきたいと思います、うん、はい、この番組はあなたの夢を叶えるロータスフィルムの提供でお送りしております。ありがとうございます。CM、いつの間に、はい、依頼してないけどやってくれるっていう、はい、めちゃめちゃありがたいじゃないですか。すごいいいクライアントでしょ。めちゃめちゃいいクライアント、はい、勝手にプロモーションしてくれるっていう、はいはい、すごく働いてくれるんだね。いやいや、そんなことない、とんでもないです、はい、ということで、はい、この動画制作とそして動画コンサルのですね、プロである直樹さんがですね、こうデータに基づいて選んでくれる、はい、このロータスラジオベスト5のコンテンツを最後に発表したいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ一緒に振り返っていきたいと思います。はい。まあ、今データ見させてもらってるんですけど、はい、やっぱ人気あるなっていうのを、はい、まあ、ベスト5的なところでいくと、一、はい、つ目やっぱ般若心経ですかね。あ、ベスト5は、般若心経。あの5位ですね。5位。般若心経。般若心経。般若心経ね、いろんな角度から掘ってますからね。そうですね。はい、もう、使い倒そうと思ってますね、ハネチンギョですか。まだ使い倒す余地ありますか、あれに関しては。そうですね、そうですね、まだいきますかね。はい、あのハネチンギョの真の意味ってやつですね。うん、ああ、そうです、そうです。あれもちょっとサムネ買いたいんだけどね。ああ。なんかもうちょっとふざけてよかったかな、みたいな。ああ、なるほど、なるほど。本当にすごいみたいな感じで鼻くそ。そういうテイストのいいところですね。はい。ちょっと変わってるかもしれない。その今、次の確かに見てる、これから見たいなと思う。見たいなって思わせるために、はいはいはい、ちょっと確かに、ね、サムネだけ変わってて、なんじゃこりゃっていうのが登場してるかもしれないんで、まあ、それも今後期待ということで。サムネ、そうですね、リニューアルするっていうのを、ね、はいはいはい、今後やっていきますか。はい、まず般若心経ですね、はい、まあ、有名なお経なんで、このあたりは、はい、見てくれる方多かったんじゃないかなっていうところです。はい、で、次行くと、うん、これ僕的に結構意外というか、はい、あ、これ伸びるんだっていうのが、蓮如上人、ね。あ、蓮如上人ですね。蓮如上人。これ伸びて当然でしょ。なんかこう言っちゃなんかすごいなんか失礼になっちゃうんですけど、はい、そんな蓮如上人って有名なんですか。めちゃめちゃ有名ですよ。そんなに有名ですか。めちゃめちゃ有名ですよ。本当ですか。日本 最大のですね、はい、仏教教団を作り上げた男ですよ。浄土真宗ですよね。そうです。てか正直親鸞上人が作ったじゃなくて、あれはもう蓮如上人の教団です、はい、浄土真宗が、まあ、教えは親鸞上人でしょうよ、はい、でも教団としては、うんうん、あ、なるほどなるほど、親鸞上人、蓮如上人ですよ。
あ、なるほどなるほど。じゃあもう上申請の方はもう練乳商人当たり前に知ってる。当たり前に全員知ってますよ。全員知ってますよ。やばい。これまたなんか言われるかもしれない、うん。こいつ無知すぎるって言われるかもしれない。だからもう練乳商人が伸びるのはむしろもっともっと見てほしいっていう、ね。ああ、そうですね。はい、確か浄土真宗の2派だけでもうほとんどのあれですよね、信徒数がいるんでしたっけ。そうですね。日本の中でまあ10人に1人ぐらいはもう浄土真宗に入っちゃうんじゃないかなと思います。はい、なるほどなるほど。あのしかもその僕浄土真宗じゃないんで。ああ、そうですね。確かに。あのゲストに名倉先生、ね。そうですね。まさに現代の構想ですよ、うんうん、あのニューヨークで、うんうん、もう単身ニューヨーク乗り込んですごいですよ、ね、はい、活躍されてらっしゃる方ですから、うん、その、ま、今現代の練乳商人とも言えるようなね、うん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 、そういう方にあの相手になって語ってますので、うん、そうですね、これは超おすすめ、おすすめ練乳商人、はい、が第4位、はい、っていうところですね。第3位ですか、次が第3位ですね、はい、で、データで見ていくと、はい、次最長さんですかね。あ、最長シリーズね。最長さん、特に4、最長さん4、日本仏教の墜落の原因は最長、びっくりはてなっていうのがやっぱり、これはね、みんな気になってるところだね。テーマタイトルで結構クリックしてもらえたのかなっていうところはありますよね。ね、なんでみんな、日本仏教なんで堕落してんのかと。そうそうそう、まあ、堕落しててイメージもあるし、うんうん、じゃあなんでみたいな、うん、そうそうそう、知りたくなるし、まあ、僕自身知りたかったんですよね、うんうんうん、当事者ですから。そうですよね、そうですよね、すごいそれはずっともう仏教の勉強を始めた時から気になってたんで、うんうんうん、まあそれに自分自身で一応まあ今の段階で答えを与えるっていうのがあの、うん、そうですね、うん、動画でしたんで、はい、まあ、あれはすごく私自身はやっててすごく自分がまず勉強になったし、うんうんうん、あのそれが何ていうか数字になって、うん、皆さんに受け入れられたっていうのはすごい嬉しいなと思ってます。そうですね、これの回は本当に興味深かったなっていう印象ありますね。そうですね、うん、めちゃめちゃ面白かったっていうのと、うん、あとなんか今翔吾さん言ってくれたんですけど、結構なんか日本の仏教の僧侶なんか僧侶なのにみたいなとこあると思うんですよね。僧侶なのになんかこう極端な話で裏で悪口言ってるみたいなとか、うんうん、なんかあの人の生き方と僧侶なのにみたいな疑問って結構一般人の持ってると結構周りでいて、はいはい、でそういう人に対してのなんかアンサーというか、なんかこういう裏の背景があるんだよみたいなところ、そうです、ね、歴史的な背景、ね、そう、歴史的な背景があるっていうのはなんかぜひ知ってもらいたいなっていうのもなんか一般人からの意見ですね、うん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 、やっぱそういうふうに思っている人結構多いんで。そうですね、うん、でまあ最近ね大乗仏教のシリーズ、大乗仏教の起源、そうですね、のシリーズでも、まあ、うんうん、あのまた違った角度から、うんうん、このことについてまた喋ってますんで、うん、まあ、それも合わせて見ていただけたらと思っております、うん、はい。じゃあ次は2位ですか。2番目、おお、来ましたね。2番目を見ると、はい、次は四天王寺。あ、四天王寺意外でした。四天王寺そうなんですよ、これ意外となんか見られてるっていう。四天王寺知ってるんですかね、みんな。どうなんですか、でも大阪の人とか関西の人は四天王寺やっぱ有名だと思うんですけど、僕もその辺り住んでたじゃない、そんな住んでるかもしれない、住んでるからかもしれないんですけど、でも住んでてもみんな行ってないでしょ。うん、四天王寺行こうとはなんかまだあるかもしれないですね。天王寺行こうっていうのはまあまあその原宿行こうみたいな雰囲気ですよ、東京で。まあそうですね、そうですね、はい、天王寺行こうって遊びに行く、そうそうそう、とりあえず天王寺でみたいな感じですもんね。でもお寺には行かないみたいな感じじゃないですか。まあそうですね、だからなんか、ね、ネームとしてはあれだけど、はい、あんまり知られてないのかなっていうところはあったんで、うんうんうん、まあそれ、まあ僕は知ってたっていうのもあったし、うん、すごく歴史が興味深かったんで取り上げたんですけど、はい、うんうん、だから意外にマイナーなのかなと思ったけども、うん、受け入れられてるっていうのはありがたい話ですね。そうなんですよ、なんか受け入れられてるのが四天王寺、まあ、これも僕四天王寺っていうか聖徳太子シリーズと呼びたい。ああ、なるほどなるほど、はい、聖徳太子もこの辺り聖徳太子のお寺とか行ってましたもんね、実際現地のお寺行ってとか。だからちょっと違った角度で聖徳太子の生涯とか聖徳太子のフィーチャーから作ってもいいかもしれないですね。あ、それもぜひ聞きたいですね、はい、あのこれ まだまだ聖徳太子の話はね話せなかったとかいっぱいあるし、あ、それはぜひぜひ、もう本は山のようにあるんです、聖徳太子山です、そうですね、はい、じゃあ改めて聖徳太子の切り口でまた、そうですね、今回ちょっと四天王寺が、ね、うん、また四天王寺と聖徳太子だと思うので、うんうんうん、聖徳太子にフィーチャーしたやつを出していけたらいいですね、いいですね、はい、じゃあ、はい、これは記念すべき第1位ですね。第1位、はい、第1位は何でしょうか。圧倒的なんですけど、はい、やっぱ善光寺ですよね。善光寺、善光寺ね、御開帳一日と当日の動画、はい、善光寺シリーズ、はい、まあ、善光寺もね、あの
知らない、実は、まあ、あの時はね、うんうん、7年に一度の御開帳ということ で、 そうですね、すごくもうメディアでも取り上げられて、うんうんうん、まあ、それに乗っかったってとこあるんだけど、うんうんうん、なんか普通の時はあんま知らない、知らなかったじゃない、しかも。知ってた？いや、知らなかったです。ねえ、ねえ、ねえ。ショーモさんにこの御開帳あるから行こうって言って動画撮るまで知らなかったです。ねえ、ねえ、はい、ねえ。天王寺よりもむしろマイナーかもしれないね。そうですね、そうですね。まあ、もちろん仏教界というかお坊さん界にとってはめちゃくちゃ有名な寺だし、由緒もあって、まあ本当に日本有数の、あの寺なんだけど、まあ知られてないとは残念だなっていうのと、まあ御開帳に合わせて、そうですね、あのもっと深く知りたいなっていう人のためにこれを出したんだよね。で、まあこのなんていうかサムネとかタイトル等も含めて御開帳をフィーチャーしてるっていう感じにしてるんだけど、そうなってますね、うん、あの実際内容は御開帳っていうよりもこの善光寺の、うん、あ、まあ、歴史ですかね、で日本仏教の歴史っていう、うんうん、確かに確かに、まあ、あとこっからね、あのね、古代の仏教寺院のマーケティングっていう視点が、ね、言えてるんですよ、こっからありましたね、はい、ありましたね、そこが、まあ、四天王寺につながっ て、 っていう、そうですね、そうですね、善光寺からの四天王寺のシリーズで、そうそう、テーマとしてありますよね。綺麗事だけではね生きていけないんですよ。いやー面白い。いやー、そのあたり絶対に知らないと思いますしね。はい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 、そのあたりを紐解くっていうのは、ね、ぜひやってほしいところですよね。そうですね。まあ、まあ、その綺麗なというか仏教の理想っていうのもお伝えしたいし、うんうん、あのそのなんていうのかな、本当に生存戦略ってやっぱり、うん、あのお寺っていうのもこの俗世の中にというか、まあ、政治の中にとか、まあ、ね、まあ、社会の荒波、うん、歴史の荒波の中で生きてるんで、その生存戦略っていうのもまた面白い、うんうん、でまあそれが堕落だって言われる時に、その堕落っていうのもまたいろんな理由があったりして、それもまた面白いんで、そのなんていうの、そのこの世にある全てのことが面白いんで、そうですね、はい、それをどんな角度からでも掘ってこうっていうのが、いやー面白い、はい、僕のちょっと ね、貪欲な試みなんで、いやーすごい価値があることだと思います、はいはい、ね、今回のベスト5の中で全部見てもらえるだけでもかなりつながってくるところあるんじゃないかな、そうね、このベスト5は全部面白いですね、うんうん、だからもうあのなんていうのかな、タイトルがそのなんていう時流に乗ったタイトルだったりするんだけど、そうですね、中身があの結構あの違うっていうかあれだけど、うん、中身はだいぶもっと広かったり、裾野が広かったりする、そうですね、そうですね、ぜひちょっと一回ね、クリックしてもらって、うん、まあ、興味のあるチャプターを大体つけてるんだよね。そうです、全部つけてますね。目次をつけてるんで、はい、その自分の気になったテーマ、そうですね、チャプターだけでもっていうところですね。だけでも、うん、見ていただけたらなと思っております。うんうん、はい、はい。じゃあこんな感じで、はい、ロッタスタジオも毎週、減らしたら毎週 2本とか出る時もあるんだけど、ね、はい、まあ、続けていって、うん、コンテンツどんどん増えていってますので、でね、うん、気になるところからでもぜひ見ていただきたいのと、うん、はい、まあ、今回の動画参考にしていただいて、はい、おすすめ動画から見ていただいて、そうですね、そこからこう広げていくっていうのもありです、はい、うん、そして皆さんにはこうリクエストが欲しいですね、うん、そうですね、こういうこと聞きたいよとか欲しいですよね、はい、スーパーアナライザー直樹がいるんですけど、やっぱり直接の声、うんうん、でこういうなってほしいっていうのがあると、うんうん、あ、うん、そっちの方向なんだなって僕は、そうですね、そうですね、分かりやすいし、うんうん、まあ、モチベートされるんで、うんうんうん、ぜひリクエスト欲しいなと思ってますの です、ね、また LINE の公式アカウント LINE もそうですね、うん、そういった質問は、まあ、コメントでも OK です、コメントでも、OK ね、より密にね、ショーモさんとやり取りしようと思ったら LINE を今概要欄、まあ、コメント欄に設置してるんで、そこ登録してもらったら、チャットできるという形なんで、そうですね、まあ、僕もなるべく早く返信するように、うん、してますので、まあ、そこで質問してもらってこういうコンテンツお願いしますでもいいし、ね、まあ、軽い質問あったらもうすぐお答えしちゃうし、うんうんうん、まあ、YouTube のコメント欄でもいいし、うんうん、その公式アカウント、そうですね、公式 LINE の方でも、はい、ぜひしていただきたいと思います、はい、ので、これからもロッタスタジオどうぞよろしくお願いいたします、はい、じゃあまた、次回もお楽しみに、はい、バイバイ、はい、ロータスラジオ、今回もご視聴ありがとうございます。この番組では仏教やマインドフルネスについて宗派や教義を離れた立場で自由に楽しくお話しています。内容には諸説あり、厳密な交渉を経たものではありません。ご了承の上お聞きください。それでは次回もお楽しみに。